始まってますか、はい、では1曲目聴いてください。心第4火曜日担当しているメラニです。よろしくお願いします。ではゲストの紹介です。はい、まず風見静香さんと、はい、泉真美さんです。普段はここのねチャイナスクエアさんなどでもやらせてもらっています。
あとは、自分が不登校生だったというのがあって、不登校生の応援なども私やらせていただいております。たまにね、あとはこういう感じで、ね、ヒッチハイクでいろんなところに行ったりもしております。よろしくお願いします。イエーイ。シンガーソングライターとして活動しております。漢字では泉、ひらがなでまみと書いて泉まみです。新潟出身、血液型 B 型、身長147センチで頑張っております。よろしくお願いします。ちなみにあれ、切れてるのはうちの佐藤崎さん。切れちゃって切れてるのは、はい、わざと、はい、わざとだよね、それ。そう、わざとですね。はい、では、あ、そうだ、どうぞ、自己紹介。俺いいよ、自己紹介。第一声がキモいって言ってますからね、もう。メガネがちょっとね、気持ち悪いなって、帽子なんか、後継色になってて。いろいろわざとなんでしょ、今日は。音楽さんみたいな、うん、そうなんですよ。昔ね、歌の兄さんにしたんですよ。あ、歌の兄さんなんですか、すごい。某フジテレビ、某言った。かなりすごいですね。なんか信憑性に欠けるからあんま信じてない。証拠が一回もない、一個もないんですよ、証拠が。ネットに引っかかるよ。何？引っかかるの？何で引っかかるの？名前で引っかかるんですか？名前で。名前で。僕も映像見たことはないですけど。ない、ないんだ。怖い。怖いな。ベース吹いてる。だけどね、ピンポンパッ、あ、違う、ポンキッチとかなんですよ。ポンキッチ、すごい。ただね、着ぐるみ着てたからね。なるほど。顔だけ、顔だけ、ね、出てる。もしかして顔だけ出てる。顔は出てる。顔は出てる。あ、顔は出てる。赤いから、なんか黒い。まさか、まさか。じゃあ、はい。自己紹介にかてら1曲。皆さんに歌ってもらいたいんですけれども、はい、片見さんからじゃあ、はい、はい、今日は順番決まってるんだみたいです。なんか落ちたよ。あ、何ですか、携帯が落ちた。これどっか、うーん、今日やりづらいな、どうすればいい。どうすればいい。どうすればいい。この人いいよ、喋った方がいいんじゃない。あ、そうかそうかそうか、忘れてた。はい、そうですね、今週の、番組プレゼントをじゃあ紹介したいと思います。まずは、毎度おなじみのカルヘジアステッカー、これですね、これと、あと宴さん提供のインチキマンションのお笑い CD、 これ、こちらですね、と、チャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松沢春奈さんサイン入りのオリジナルステッカー、これですね。これ大丈夫か、伝わってんのかな。あと私たちがスケッチブックに書いた全てのものをプレゼントします。マジ、はい、全てのものをプレゼントさせていただきます。はい、応募方法は、番組スタッフさんが、応募用のハッシュタグをツイートしますので、リツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントしていた時点で応募完了となります。はい、コメントお待ちしております。はい、まだですね、コメントがいっぱい来てますよ。本当だ、なんかどうしたらいいですか、これ。今日ここから始まりました。 MC チェンジした方がいい。今私映ってないから名前を紹介して。すごいたくさんの方が、もう私テンパってもう何も読めないんで見えないですよ。自分の声で精一杯だからね。お、準備はまだ。あ、ちょっと早いかな。ギター、ギターちょっと。じゃあ、あれですね。カルターの。パルヘージャーカルターの読み札、募集しておりますって。募集してて、絵札にはゲストの皆様にサインを書いていただいてます。この前のこれですね。これの読み札を募集してますので、こちらもいただけると嬉しいです。はい、できてるこれ。いいか。とりあえず終わった。はい。
羽ができたみたいなので、カタリカランチの歌です。はい、それでは、一曲、自己紹介ソングとして人でいたいという曲を聴いてください。勉強なんてできなくていいから、深い深い悲しみわかる人でいたい、常識なんか知らなくていいから、ああ辛い辛い痛みはわかる人でいたい、立派になんてなれなくていいから、ああ淡い淡い優しさわかる人でいたい、器用な人になれなくていいから、ああ痛い痛い悔しさわかる人でいたい、空気なんて読めなくていいから、嫌なものは嫌って言える人でいたい、かっこ悪くても構わないから、ああ目の前のこと必死にできる人でいたい、バカにされたって構わないから、ああどんな時もらしさを忘れぬ人でいたい、傷がついたって構わないから、ああ人を憎むより許したえる人でいたい、失敗ばっかうまくいかなくても諦めない気持ちは忘れぬ人でいたい、怖くて足が震えてもいいから、ああ勇気を持って前に進める人でいたい、めんどくさくて構わないから、ああ熱い思いしっかり持てる人でいたい、強い心持てなくてもいいから、人のために涙を流せる人でいたい、深い深い悲しみわかる人でいたい、辛い辛い寂しさわかる人でいたい、淡い淡い優しさわかる人でいた。ありがとうございます。
がとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は、はいはい、伊豆岩見さん、いきます。あ、じゃあ今のうちに、あれですね、あの番組の今日のテーマですね、夏の思い出ソングということで、皆さんの思い出の夏の歌を、あ、これか、書き込んでいただいたら喜びます。誰が？ミラちゃんがね。はい、私もみんなも、はい。そうなの？そうですね、あの、お願いします。今年の夏とか行くんですか？今年の夏ですか？はい、今年の夏は来月ちょっといろんなところ行きたいなと、全国、はい、ちょっと考えております。おー、またヒッチハイクするの？またヒッチハイク、またヒッチハイクで行きたいんですけど、ちょっと荷物が今回多いので、ちょっと初めて自分の車で一人で自分で行きたいかもしれない。おー、すごい。で、私高速乗れないんですよ。乗れなくはないんですけど。じゃあ、ね、車を押していく感じ、こうやってそれか誰かに引っ張ってもらおうかな。マジか、高速道路怖い、はい、てかちょっとね、田舎育ちなのでちょっとビュンビュン来るのが怖いですね、怖いですね、やっぱなんとかね。これはどこ行く、あれ最高何キロ出してる高速道路？一応80キロですよね。80キロ、あ、怖い、それは怖い。どこから来たの？私茨城県から、そうだね、それ言うの忘れてましたね。茨城県からやってまいりました。そっから、そっからだね、まず忘れてた。今も茨城県から、はい、今日すごい茨城に住んでます。帰ると大変じゃない？帰るの。もう最近はでも、あの終電なくしちゃった時はもう東京に泊まるようにしてます。はい、ここ泊まっちゃえばいいじゃん。ね、確かに。なる。飲んでればいいのかな。みんなでキャンプファイヤーやるよ。マジか。燃えちゃうから。暑いわ。そういう感じだ。キャンプファイヤーか。カレー作んないとね。いいですね。ね、夏ですね、それね。夏っぽくていいですね。花火もね、ここで花火ができてるからね。中でありなんですか？ないよ。ダメだな。あれ、だってキムニセンサーみたいなので大丈夫なんですか？あれとかだってこの間警報器鳴っちゃったからね。ほんとやばかった。スプリンクラーとか何ですか？ダメに決まってんじゃん。消防車来たんですか？いや、ライブ中に警報器鳴っちゃって、なんで？で、なんで平気だったかっていうと、桶でガンガンこっちを出してたから、後ろの警報器聞こえなかったらしい、こっち。そう、あの換気扇回さないで油もやったら温度上がっちゃって警報器鳴る。はい、準備はという感じ。はい、という感じ、という感じで、そういう感じですね。はい、あ、じゃあ泉さんに、はい、歌っております。はい、みんなお手を拝借ありがとう。ストーリーという曲聴いてください。何度も書いては消して、思っても思っても届きはしないの。どうしてもどうしてもわからないのは、あなたの本当の心、欲しいものはこれじゃなくて、目には映らない確かな、あの日始まったストーリー、少しずつページをめくって、ハッピーエンドの
一人ぼっちで泣いても泣いても流れない痛み二人の時間は幻ぬくもりも全部幻想今もまた続くストーリー終わりにする日を恐れて繰り返す日々に少しくらい夢みたいそんな瞬間あってもいいあなたが好き あの日の私に会えたらなんて言葉をかけよう未来の見えないストーリー始まりはいつも突然で零時を過ぎても溶けない魔法ハッピーエンドの人様に迷惑かけちゃいけないなと思ったのでフェリー代は自分たちで払いました。
ものですか、次の車、次の車の。本当にやっぱ女の子2人っていうのがいいみたいで、うん、乗せた人も全員 100% で女の子だから乗せたよって言って乗せてくれました。すごい長くなって30分ですね、多分。すごい、ありがたい。本当に日本はいい国だなと思います。優しい人が多いですね、すごい。ぜひ皆さん勇気がないからな、怖い、うん、怖いよね、ヒッチハイクね。怖いお姉さん、危ないと思います、絶対。何に巻き込んでるか分からない。音楽は大丈夫ですか、岩永さん。音楽、はい。音楽はですね、まあ、私はですね、きっかけはゆずのライブに行ったのがきっかけで。おめちゃくちゃ意外ですか、はい、すごいゆずっぽいって言われるんですけど、なんかゆずのライブに行った時にめちゃくちゃこう体にビビビと稲妻が走るじゃないですけど、本当にあーってなって、私がやりたいのこれだってなってから、うん、音楽自分でギターも買ってやるようになりましたね、はい。このギターって最初1本目なの？いや、これは2本目です。23歳の時に誕生日プレゼントであげました、自分に。自分に、はい。なるほど、ありがとうございます。わー、すごいな、今日すごいな。すごい。じゃあ、飯泉さん、はい、すごい簡単に話しますと、22で大学卒業するときに、幼い頃歌手になりたいと思っていたなって、小さい頃の夢を思い出して、その時の状況すべて捨てて、ゼロから音楽を始めました。おー、ゼロか。以上。もう何回もここで喋ってるから。そうだよね。あ、もう1回目。なんでギターにした？なんで最初はハンドマイクでずっとサポートミュージシャンの方にお願いしてやってたんですけど、ステージ上で。鍵盤じゃなくてなんでギターにした？鍵盤を諦めた理由はですね、手が小さくてオクターブ届かなかったっていう。チャレンジしたんだ。やりました。うちにキーボードも一応あるんですけど。そうだよね。曲作りの時は使ったりもするんですけど、ステージで弾くほどのあれができなくて。でステージ上にいた時に、割と小さいので、割とって言ったけど小さいので、ちょっと大きめの楽器を持ってる方が絵になるなと思って。でもショルキーっていう手もあったじゃん。いや、ショルキーは楽器屋で持ったことはあるんですけど、あんまりしっくりこなくて。ショルキーってショルダーキーボード。キーボード、そう。あ、ギターみたいにこうやって、はいはいはい、そう、斜めにかけてやるやつ。新しいギターにしました。まだ買ってから2年経ってないぐらい。そうだ、そうです、そうです。てか、いいギターだよね。今日は持ってきてないんで何も言えないですけど。はい。てか、むっちゃ上手くなったよね。 ありがとうございます。1年半ぐらい。北褒め殺し。いやいや、今日はそういう流れで行こうかな。え、じゃあ、マットさんの音楽始めたきっかけなんですけど。聞きたい。俺、はい、聞きたいね、それ。聞きたい。聞きたいですか。はい、僕ピアノやってたんですよね、ずっと。3歳ぐらいから。3歳。3歳から中3ぐらいまで。ええ、お坊ちゃまじゃないですか、それ。そうなんですよ。貧乏なんだけど、坊ちゃん。貧乏。意味が分からない。ってこと、じゃあどのくらいまでピアノをやる？中3まで。違う、いろいろあるじゃないですか。いわゆるクラシックやってたけど。いや、もう途中でなんかバンドやろうかなと思って。いやいや、中3までっていう。中3まではそうですね、クラシックみたいな。どの辺までよ。覚えてないですね。そういうレベル。発表会で弾いてました、なんか。そうですよね。真っ白いタイツとか入って。真っ白いタイツ。蝶ネクタイとかいう。スネオみたいな、ね。そうですね。スネオ。中身もう伸びたくなる。で、なんで聞いた？ギター、あれだけど、布袋さん見てですよね。おー、いいですね。全然違うものになってしまいました。なるほど。布袋になりたかったです。布袋がいたから。布袋に、なんかシューズとかカスタマイズしましたもんね、あの模様に。あー、先生に殴られてました。布袋さんか。バンドはない、どういうバンドやってたんですか、最初は。あれだけど、もう最初からもう音階とか終わってるから、オリジナルやってましたよ、最初から。どういうジャンルの音楽だったの、その頃。その頃はもう、なんかね、なんだろう、ブス撲滅とかっていう。撲滅。何それ、面白い。めっちゃ面白い。いわゆる高校生です。いわゆるパンク。パンクって、いや、だけど歌詞僕が書いてるから、もう、謙虚な。聞いてみたい。だからね、みんな、ブスは旅に出てくれみたいな。今できる。
いやもう通もう覚えてないです。覚えてない。でいろいろやり、ティーンズミュージックフェスティバルとか出て、決勝まで残ってましたよ。すごい。すごい。なんか昔の曲聴きたいよね。聴きたい。なんかどういう少年時代だったのか。いやもうくだらないのばっかりでしょ。いやそれくだらないのが面白いじゃ意外と。いいですね。すげえ無茶ぶりを作っている。怖いわ。友達の歌とか。できるできる、ね。なんか残ってないんですか、音源とか。いや覚えてないですね。覚えてないのか。ね。残ってたらあれだよ、来月のオープニング曲。マジか。マジか。オープニング何あの。ブスコンメツみたいな。いいです。そうだよ。二人 MC なんだから。そうそうそう。いいんだよね別に。朝岡一応はいいのか。じゃあ探して。一応。ちょっと探してみてもらっていいですか。オープニングじゃなくても別にエンディングでもいいんだよ。エンディングでもいいんだよ。それでもなんか後味悪くなりますね。そうか。じゃあ来月まで音源用意しといてもらって。いいな。お願いします。また来週。とんがった感じの。とんがった感じの。聞きたいじゃん。興味あり。いいんですよ。別にその頃思い出してこう軽くポロンって録音してきた音源でも、ね、全然ね。どんなの歌ってたんですかね。覚えてないですね。ストンキョンなんだったら、ストンキョン。ストンキョン？うん。分かってない。分かんないですよね。ストンキョンって何ですか？あ、いいです。はい。世代ギャップが。あ、それとさっきちょっと話も出たインストを今もうインストやるんでしょ？保育園とかではやってますけど。保育園ってどういう感じのインストやるの？ジブリ。ジブリとか、そういうことか。おもちゃのチャチャチャとか、もう大体リクエストがもうただニーズに応えるだけなんで、すげえ楽ちんなんです。要するに歌なしで、ソロギターをするってこと。ソロギターだけど、ほとんど子供たちが歌い出すんで、もうあとは伴奏みたいな。そうかそうかそうか。友達が歌います。ほとんど。そうです。そういうこと。アナ雪とかね、今。いいですね。でもアナ雪もガチでやる。結構あのギターも少し、そうですね。まずフルコーラス弾きます。フルコーラスでガチでやると、結構長いんですよ。あれ長いし、長いけど長いし、保育園とかみんな歌えるんですよ、ね。みんなすごいです。すごいね。顔が見なんですよ。ちっちゃい子の方が歌えるよね。めっちゃ歌える。感動しました。幼稚園で。あの雪でもほらあのなんだっけ、あの二人でこう掛け合うのがあるじゃない。そう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 。あ、そういうのやってないしね。ああいうの子供好きだよね。いやもう完全アナ雪はあれですよ、レッドイットゴーですよね。レッドイットゴーですか。レッドイットゴーなの圧倒的に。あれを子供たち一文字も間違えて歌える。そう、歌える、みんな歌える。マジで？そう、すごい。しかもすごい無表情、ありのーみたいな。マジか。やばい。歌わされてるから満載で歌えるんですよ。マジか。それネタじゃなくて。すごい感動しました。感動するんだ。なんかこんなに子供たちが歌えるんだみたいな大合唱してくれて一回。おお。そうそうそう。なんか響きました。メッセージがすごい届きました。おお。あとね、仮面ライダーキバとか。あ、仮面ライダーね。キバも即興でなんか適当に使うわけですね。カレーが大好きキバはとか。え？そういうやつの。違うやつって。みんな突っ込んでくれるんですね。そうそう。そういうことか。わかりづれえな。だって。何ですか？何ですかじゃねえよ。何ですかじゃねえよ。いい感じですね。頑張れよ。そう、何？いや、そういう感じでいく感じ？私あんまり人今まで。学生時代冴えない人で、てか人に興味ないでしょ、はい、そもそも。ありますよ、めっちゃありますよ。あの自分大好きで。自分大好き。いやマッタさんのがもうずっと自分尺めっちゃ使ってるから、これいつまでこれいつなったまんねえ。ごめんね。メラちゃんのやつを言えばいいんじゃない。素直。メラリちゃんは音楽始めた。私はもう単純に友達にあの集客のために来てって言われて、でこう。
思いっきりもうどんがらがっしゃんの思いっきりすごいどんがらがっしゃんもあの歌詞が聞き取れないぐらいの、あの分かります、あの巨大な爆音でやるようなバンド、そういうところで行ったんですけど、その時に私もステージ立ちたいと思って、そしたらこの人と会っちゃって全然どんがらがっしゃんじゃないはい、え、じゃあね、はい、今はやりたいじゃタイプの音楽をやってるわけじゃん。いやーでもわかんないです、結構だから喧嘩とかさえめっちゃしてますね。いや、そうじゃなくて、何ですか、はい、例えばさっき歌った曲とかって、はい、ああいう感じのやりたいわけ、実際に。実際ですか。でもあのバンドはやりたいと思ってませんでした、アコースティックがいいなって思ってました。最初から。ああ、そうかそうか、はい、じゃあ割と合ってる。そうですね。で、自分はずるかったので、自分ができるようになるよりも、できるやつをつけた方が早いと思ったんで。できるやつをつけるすごいね。できるやつをつける、すげえ上から目線。上から目線。はい、それでワットさんに出会いました、ミクシーで。ミクシーで。しかも今時ミクシーだから。ミクシーで出会っちゃった。てかあれでしょう、マットさんのミクシーでのナンパ率って半端ないんだ。あ、そうみたいです。何人の女の子と出会ってきたの？ミクシーで。はい、ミクシーで。はい、何人？だけど3人ぐらいだよ、メラちゃん。3人もいたらすごいよね。え、でもこの人すごい嘘ついてるの。なんか20人ぐらい来て、その中からなんか自分で好きな子を選んだとか言ってたんですよ。いや、多分もっと来たよ、もっと来たけど。実際に繋がったのが。実際に繋がったのは3人で。うん、そうなんだ。多分もっと来た、100人ぐらい来たと思う。やばい、怖いわ。でも怖いわ。途中なかなかね、会うのも大変ですよね。うん、時間もないし。時間もない、100人も会えないね、確かに。会う時間がない。面白い。確かにね。すごい、すごいな、出会い系じゃん。出会い系ですね、完璧なる。うん。そうですね、だけど、しっかり認めちゃった。しっかりしてるから。あれじゃない、夢の世界じゃない、まさに。夢の世界。例の。そうですね。例の。100人並べて、よりとりみとり。別のコンビやで。またその話か。またその話か。ちょっと、あの性癖がありまして、彼には。いいよ。じゃあね、あの、マットさんが考えた持ち込み企画をやりたいと思います。そうなの？はい。はい、私じゃないんです、私全然最後の最後まで思いつかなくて、昨日の夜メールが来ましたもん。そう、どうしたらいいですかって。で、結局どうしたんですか、タイトルコールして、どっちにしたんですか。決めたんじゃないの、自分で。英語でした、はい、すみません。あれ英語なの、読書って。こっちになりました。あ、読書になったんですね。泉先生、まみ先生からですね。ちょっとあの急遽変金、あ、皆さん知らないか、自分の一声で。はい、じゃあ、あの何、妄想読書っていうの、これわかんない。マットさんが言うには妄想読者です。違う、タイトルコールちゃんと言おうよ。はい、妄想読者始まります。それだけ。え、読書大喜利。今ほら、何、今エコーかかってるから。なんかつまんないから一生懸命言ってる。いいね、どんどん潰してくれるね。どんどん潰してくれる。全然わかんない。はい、はい、一応なんだっけ、コーナー説明してください。マットさんお願いします。俺がするの。おい全部人任せ。マジか。あ、でも2人なんですよね、司会はね。はい、一応ね。一応いやいや、一応メラちゃん、メラちゃんが成長するために。じゃあ、はい、やりますね。なんか彼が言うには、彼が言うには彼が言うには、妄想でこう物語を作っていくという、うん、試しに、じゃあマットさんの例えば私とつなぐんで。あ、なるほど。はい、こう開けます。はい、うん、あたかも読んでるように。うん、読んでるように。ある朝、メラニちゃんが起きました。そしたらズドドドドンと突然振るわけね、そうやって。え、地震が起きました。ズドドドドン。終わり。なんかきっかけついてから。怖いよ、怖いよ、やばい。これすごいキラパスが出てきたっていう感じですね。逆に何でもいけるよ、次は。今の次だったらね、うん、
キラーパスがすごい怖いです、うん、うわキラーパス私は多分今パニックテンパってこれ何も出てこない。難しい。どうやって終わるの？何が終わるの？これマットさん4人目が終わらせるってことですよね。わかんない、面白かったらどんどん回していきたいんじゃないですか、うん、それはそうだよ、そういうことだよね、結局、はい、そういうことか。じゃ伝わりましたかね、これあのやり方が、はい、いやまあいいやごめんなさいね、失礼。誰からでもいいよ。誰からでもいい。これどうしよう、どうしよう。最初感じなのかな、よくわかんない。そうですね、最初行きたい人いますか？マットさんやっぱね、マットさん、じゃあマットさんから、うん、次振る人も気分次第ですか？気分で振ってったら面白いじゃん。そうですね、うん、なるほど。で、あの例えばどっかの2人がキャッチボール始めちゃうっていうパターンもあるし。そうなんですね。もう好きにやってって。で、あ、いいんです。あ、そういう、あんまりひどかったら、そうですね、もう終わりっていうか。初めてだ。怖いよ。怖いなこれ。すごいな。すごい緊張感。怖いよ。緊張感。面白いな。大事故になる。そうですね、大事故になる、ね、大事故になりそうだったら音声切るからピーとか入るんですよ。ピーができないから切るしかない。切る、あの PCM 上げて音声切るみたいな。みんな口では、あ、行きます、どうぞ、行きます、お願いします。どうしよう。ミーミーミー、セミが鳴いている、8月の暑い午後、僕てるちゃん、確かかっこそう、チャイナスクエアをやっている40歳ぐらいの男、かっこ閉じる、は日記みたいになってる終わりそう、終わりそう、街を歩いていました。するとそこに、あ、起きた、怖いわ、怖なぜか長袖長ズボンのメラニちゃんが、真夏だっていうのにどうしたことでしょう。あ、うまいな。理由を聞いてみると、と？と？起きた。メラニちゃんは言いました。だって日に焼けそうだし。そしてメラニちゃんは何か道の端っこでゴソゴソとやっています。ゴソゴソやっています。あれですね、日頃の行いが悪いため、あれですね、懺悔するためボランティア活動をしております。ゴミを拾っております。振りがないまま進んでいくんだねこれね。どんなゴミかと申しますと、それは図1のようになります。確かこれ分かるよな。図1、図1か、これ図1の説明をしようか。そうですね、いや図1大きすぎてもう出ない、その図1のものは四角くて大きくて何か扉のようなものがついています。怖いな。開けてみたメラニちゃん、なんと中にはうまいなこれ誰でもいいの？あ、誰でもいい。あ、そうなの。その回し方も面白い。確かに。なるほど。中を開けるとたくさんのどんぐりが。これ誰がアウト出すんですか？なんか。なぜ夏なのにどんぐりがたくさん。あ、一応振ったよ、うん、一応やりましたよ。どんぐりをずっと眺めていると、何やら動いているものが。マジか。それは虫のようです。毛虫みたいです。てるちゃんは言いました。それ、おい、俺なの？あれ、メラニじゃないの？それ僕、食べたい。僕、それすごく食べたい。メラちゃんは言いました。いいよいいよ。食べたらてるちゃんはバキバキドキドキと何かに変身している。それは変身する。マジかマットさんの怖いな。なんとてるちゃんは仮面ライダー牙に。マジか。なと思った。マジか。
ということはその近くに敵がいるということ。少し待ってみましたが誰も来ません返信しただけのてるちゃん寂しそうに一言つぶやきました今日のご飯は何にしようかおい誰がアウト出すんだよこれいや、なんかまだ面白いじゃんメライちゃんはその時言いましたお父さんお父さん今日はどこに行こうかなお父さんお父さんお父さんを探しに行かなくちゃてるちゃんは言いましたどこに行くのかなでどこ行くのどっちこっちかなんだってアウトそれはアウトだろトジョリブ2人だったっけ、うん、一応テルちゃんが主人公でねそうだったのか、うん、よーしてるマジか怖いわこれいい感じにいい感じにね進んでいってほしいわね面白かったよあ、本当ですか、うん、あのよくわかんなかった脚色が嫌だこういうなんかこういう脚色脚色じゃない何そういうの後でしてくれるなんかこれはもう一回もう一個やろうよもう一個もう一個これ罰ゲームあるんですよねだって一回アウトだもんねえあそっかやべえやべえぞどうしようでさじゃあ分かった今度主人公決めようじゃあゲストの2人主人公にしようあ、ね、いいですね次は、うん、せっかくだから2人主人公はいでもその設定とかから全部やっていいからじゃあ私からですかはいそうですねうわ怖いないきます、はい、7月今日何日だっけ今日28日風見さんと泉さんが夜の8時にとある駅で待ち合わせをしておりますだけど一向にまみちさんは来ませんしーちゃんは言いましたマミチーはいつ来るのかな待っても待っても待ってもマミチーの姿が全然 見当たりませんそこに汗だくで走ってくるマミチーごめんねしーちゃん実はねうまいそうだよ。それ振った人間違ってるからそこ。電車で人身事故があったんだよ。その後2人はチャイナースクエアに行って朝まで飲みました。目が覚めるとなぜかそこは無人島。それはなぜ？全然ちょっと待って。全然物語じゃないんだけど。なぜ？なぜ？なぜなぜしーちゃん、昨日どこまで覚えてる？マミチーはしーちゃんに聞きましたがしーちゃんは起きる様子がありませんマジかどうして無人島にいるんだろうマミチーは頑張って思い出しますが2時までの記憶しかありません2時まで何をしていたかというとこっち来るのね。恐ろしい、恐ろしくお酒を飲んでおりました。そして、そして得体の知れない、あれ壁に大きな黒い穴がそこに吸い込まれたようです。誰が喋ってんだこれ新しい登場人物来たその時に、無人島に着陸した時の衝撃でしーちゃんさんは目を覚ましません
寝てるわけじゃないんだね。なんと、マミチーさんはシーちゃんを起こすために、マミチーは王子様を探しに行きました。この無人島のどこかにきっとシーちゃんを助けてくれる王子様がいるはずなんだ。マミチーは一生懸命森の中に入っていきました。行けども森ばかり、動物一匹すら見当たりません。あー、お腹空いたな。王子様より先に食べ物を探そうかな。そう思ったマミチーはとある木の上に木の実がなっているのを見つけました。でも身長が147センチ、届くわけもありません。取るためにマミチーは図二のようなものを、またかよ、ま、た探し出してきました。図二、説明しよう。やばい。図二とは赤い T シャツを着てベレー帽を着た使えなさそうな男です。浸透じゃなかった。浸透性がめちゃくちゃになってきた。でも図二だからまだ。図に書いてある。男です。きっとこの男ならあの木の上になっている木の実を私の代わりに取ってくれるはず。恐る恐る話しかけると、いやだって通人なんだよ。ちょっと待ってよ。今アウトじゃない。まあ一応ギリギリセーフにして。私に来るの。え、話しかけちゃうの？はい、使いそうだぜ。はい、通人に。通人に。に話しかける。ズニのようなものですよね。マジか。生き物なの？生き物です。彼。彼がいたのそこに。はい、いや違う。彼って言ったらまだ赤い T シャツを着てベレー帽をかってる。はいはい、ズニのようなものを取り出したって。のがズニなんでしょ？はい。人かどうかもわかんないの？わかんないから。なるほど。ベレー帽かぶってるのか。でも話しかけたんでしょ？ええ、図に使えそうなんで。図にのようなものに話しかけたの。ものに話しかけたのね。オッケーオッケー。すいません、生きてますか？もし生きてたらあの木の実取りたいんですけど、手伝ってもらってもいいですかね。話しかけましたが図にから返事はありません。困ったマミチーは別のものを探し始めました。困った。探しても探してもマミチーの身長に147センチ、届きそうなものが見つかりません。しかし歩いているとそこに図2の男がいました。戻るんだ。そこ戻るんだ。図2の男はなんと人食い族だったのです。まさか。マミチー先生はシーちゃんを献上しました。言われた。その夜。怖いわ。その夜ね。でも食われたかどうかまだわかんない。献上しただけだから。その夜なんと元気になったシーちゃんが戻ってきたではありませんか。あれ、食べられたはずなのに、これは本当にシーちゃんなんだろうか。マミチーは確かめるためにあることをしました。そのあることとは。やばいな、やばいな、面白いな。シーちゃんの耳に恐ろ恐ろ変態かよ。息を吹きかけるとしーちゃんがこう言いました。それで本物か分かるの。しーちゃんは嫌がりうわーと叫びました。
すると中からあの図2の赤いやつが出てきました。怖いわ。終わらせてください。図2の男は朝自殺したそうです。しーちゃんも幽霊でした。2人は天に召されたのでした。終わっちゃった、終わっちゃった、終わっちゃった。じゃあまあ、じゃあ切ないストーリー、切ないストーリーね。じゃあダイニアはダウ、あの、ね、なし、アウトなし。あー怖い、怖いわ。もう理解がまずできないんです、物語の私。これさ言ってみたらババ抜きやってるもんだよね。確かに急に来るから怖い。面白いねこれ。よかったね、松田さん大盛況だよ。面白いこれ、面白いってみんな書いてたから。本当ですか。でもメラニちゃんが理解してない。してないね。してない。そう、当の本人が一番分からない。わけ分からないけど割と面白いって言って。私は生き延びたのかな今のやつは。そうですね、そうですね、私だけ生き延びた。僕としーちゃんは天国に。天国に。その後の雨道気になりますよね。そう、確かにどうどうしたの、気になる。でもだって何も届かないから。そう、届かない、ね、木の芽削れないし。続く、うん、続く。面白いな。面白い。ふじゃあ罰ゲームも決まったことだし、じゃ あ、 あの罰ゲームをやるのは、全部告知終わって全部ある一番最後、一番最後、はい、それまで どういう罰ゲームでしょう。あいうえお作文でいこうかなと思うんですけども、4文字がいいです。4文字で一番オチが一応で、振り、やっぱ振りがね、やっぱ最後大切なんですよね。3番目が、なんとかはとか言っとかないといけないんで、多分1、2、3。ああ、じゃあこういう順番であいうえお作文やる。なんか4文字でいいんじゃないかなと。そうですね、確かに。オチが多分一番難しいんですよ。オチが、ね、そうだね。そういうことか。オチは多分すごい滑ると思います。すごい。バカウケにしない技術が必要。ということだそうです。4文字はどうしましょうね。4文字。何が見てくれる。名前が4文字の人。おお。その人を言わなきゃいけないんですよね。なんかイメージを。4文字いっぱいいるじゃん。4文字の人。いない。え？いないの？いない。いないって。コシアンですよ、コシ。うわ、無理でしょ。無理でしょ。うーん、から入らない。もうそこでもうボケになってるからいいんじゃない。助かる。あ、うんで始めるの。うーんって言うと思ったら。うーん、いい。新しい。じゃあコシアン。コシアンで。勝手に人の名前を使う。大丈夫だって、本名じゃないから。そうですね。はい。コメントもしてくれてるし。はい。っていうことで、じゃあ。はい。この子の。大盛況でした。面白かったですね。マッタさん、ありがとうね。次はもう歌に行っていいんですかね。時間もう押してますもんね。はい。じゃあ次は、1人2曲歌っていただきたいと思います。逆回しで。逆回しで。じゃあ、まみちさんからお願いします。はい、いきます。はい、マミチーが背の高い木の実にちっちゃくて届かない部分のみ実話ですって書いてある。実話。これちょっと続き気になりますね、でもね。確かに。おお。無人島に残ったマミチー。どうなるんでしょうね。ちょっと曲調に出します。え、なんでマットさんこれ見つけたんですか、この題材。もう無視です。いいや。あ、昔ラジオとかでやってたんですよ。あ、そうなんだ。それをじゃあ撮ってきたの。そうそう、自分で。面白い。これいる？カンニングしながら。あ、え、それちょっと。映んない。はい。はい。じゃあ、準備大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ではお願いします。では。もう7月も終わりということで、夏の曲を1曲お届けしようかなと思います。聴いてください。 Don't Stop Forever。
るから吹きつける夏の匂いは出会ったあの日のまま今でも思い出す甘い記憶はこの先色褪せることないだろう。このまま止まった時のように変わることない思いは Don't stop forever 終わりのない熱いメロディーに乗せて風が運んでくあの夏へ君と見た景色全部ここに集めたら怖いことは何もない今年も夏がやってくる最後かのように あまりの暑さに目もくらむほどに眩しく通り過ぎて見えない誰にも知られることのない続いてくこの想いは Don't stop forever 行き場のない甘いメロディーに乗せて雨が降る前にあの夏を流れてく雲のように忘れられ欲しいものはない必ず夏はやってくる何度も止めても何も答えない全部波に預けたらたとえ季節巡っても変わるものは何もない今年も夏がやってきた曲だけお届けして、終わりにしたいと思います。最後お届けする曲は、全ての出会いに感謝して去年の3月にリリースしたシングルのタイトル曲をお届けしようかなと思います。いつもねここに来るとねお休みっていう曲をね歌いたくなるんですけど
今日はあえてそれを外してですね、違う曲を3曲お届けしております、たくさんライブがあります。告知は最後にしますが、ぜひ漢字でワイズミ、ひらがなでマミで検索をしてみてください。よろしくお願いします。では最後ね、お届けしたいと思います。聞いてください。サンキュー。
ありがとうございます。泉まみでした。8月の末から名古屋大阪にライブに遠征に行きます。はい、関西の方待っててくださいやっと行けます。そう、でも名古屋とか一番暑い時期暑いのが苦手なんです生きて帰ってこれるかな、どうかな、心配ですね今まで遠征とかはしてなかったんですか？北海道に1回だけ行ったことがあって、それ以外ないんですよ遠征が。関西は前から行きたいと思って行きたいと思ってて、お誘いもずっといただいてたんですけど、あの定期的に行けるようになってからじゃないとダメだなと思ってずっと自分で我慢してて。そうなんですよ、点になっちゃいますからね。そうそうそう、で、ツイキャスをね毎週配信、メラちゃん毎日やってるよね。毎日やってる。そう、本当見習わなきゃなと思うんだけど、私は毎週一応定期配信をしていて、そのツイキャスでつながってくれた関西の方がたくさんいて、関西に来てくれたらライブ行きますって方がやっと自分の目標にしてた人数に達したので、すごい、よし行く時期だと思って決めました。やりよるメラニちゃんだねやりよるあ、準備はできますか？はい、じゃあお願いします。はい、先ほどね、まみちんも夏の一曲を歌っておりましたが、私も茨城県のですね、その境町という自分の地元があるんですけれども、その地元の、中畑清志杯という、ソフトボールの大会があります。私もね、実は何十年か前にその大会に出たことがありまして、そんなご縁で今回、私がテーマソングを書かせていただけることになりました。人はね、辛い時とか辛いことがあったとか、しんどい時こそ、それはピンチの時こそチャンスだと、苦しい時にこの歌を思い出して少しでも力になれたらいいな、そんな思いを込めて作りました。聞いてください、風見静香で負けるもんか。ついにやってきた、街は見てた勝利の日、辛い辛い苦しい日々もこの日のために耐えてきた。うまくできるか震えること、期待も不安も強い気持ちに変えて、負けるもんかって声を出して、そう自分はできると信じて、たとえどんなこんな状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ、笑って吹き切って楽しんでこう、よっしゃ行くぜって。悔しくて泣いた夜もある。すごい上手いあの子が羨ましい日もあった。何ができるかわからないまま、それでも無我夢中で誰より頑張って自分を信じてやりたい。負けるもんかって声を出して、そう歓喜の涙流すんだ。たとえどんな困難な状況も私はやると決めたんだ。できる、やれる、大丈夫、一人じゃない、笑って誓って
何が何でもぐっと耐えるって未来は自分で作るんだ。たとえどんな困難な状況もこれはチャンスだ。掴み取るんだ。できる、やれる。月じゃない今を見るんだ。狙って描いて突き進もう。負けるもん勝って声を出して相関気の涙流すんだ。たとえどんな困難な状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる。負け顔なんかするなよ。笑って吹き切って楽しんでこう。よっしゃ行くぜって、よっしゃ行けるって、よっしゃ行くぜって。ありがとうございます。風見静香で負けるもんかをお届けしました。はい、ぜひね、なんだろう、今日は勝負時とかね、そんな時にこの曲を聴いて、あ、よっしゃ頑張るぞって思ってもらえたら嬉しいなと思います。今日聴いていただいた皆さんもね、初めましての方も少しでも、あぜば茨城の田舎っぺがいたなと思って思い出してくれたら嬉しいなと思います。聞いてくださった皆さんにありがとうという気持ちと、これからも歌い続けるぞという約束を込めて聞いてください。風見静香でありがとう。初めて会った日のこと、私今でも覚えてるよ。お互い何も知らなかったけど、今じゃ誰より大切な人。時が経つのは早いもので、それぞれの道に進もう。ありがとう言葉にするとなんかちょっと切ないけれど、ここから始まるように願いを込めて歌にするよ。いろんなこと話したね、たわいのないこと難しいこと、なんでわかってるよ本気じゃないの。朝まで語り合ったよね。時には涙を流す日もあった。辛い思いもさせた日もある。ありがとう出会ってくれて、過ごした日々は宝物だよ。すべてを力に変えて、くじけそうになっても歌にするよ。時が経つのは早いもの
てそれぞれの道に進むよ。ありがとう寂しくないよ、遠くにいても離れていてもいつでも聞こえるように、ここからずっと届けるから。ありがとう出会ってくれて、過ごした日々は宝物だよ、すべてを力に変えて、くじけそうになっても歌ってるから、どんな時も歌ってるから、何があっても歌ってるから。ありがとう、今日は皆さんに出会えて本当に幸せでした。風を見て穏やかに香ると書きまして風見静香でした。ありがとう。CD になってない曲なんですよ、ありがとうは。だからライブでしか聴けないんで、ありがとうございます。よっしゃ、乗っ取りポイントですね。新しいですね。いなくなってゲストだけになる。いなくなってゲストだけに必ずこのタイミング。とりあえずこれを紹介しましょう。皆さんたくさんコメントありがとうございます。今日の応募用ハッシュタグは無人島のまみちしーちゃん。まみちしーちゃん、今日短いですねハッシュタグが。一文字も間違えずにツイートしてください。ツイートしてください。ツイッターに残すってやってくれないと拾えないので、ぜひよろしくお願いします。ツイッターに残すって言われてね。メラニちゃん MC 頑張れっていっぱい言われてるよ。言われてるよ。もう初めての応募ありがとうございます。コメントがたくさん来てるのに今日全然拾ってないっていうね。さすがですね。今ギター来てる。次回ここに座ってるのはマミチかもしれない。いや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 、ほらビーチサンダルかなって。ビーチサンダル。あ、違う違う違う、私 B さんですよこれ。B さんっていうか島さんっていうの知ってます。あ、知らない。ちょっとお前汚いからやめとこう。だいぶもう吐き潰してます、ね。へえ。島さんっていう沖縄の。まさに。うんうん。あ、島さん。そう、島さんっていう。あ、聞いたことある。ちょっとでもちょっと年季が入りすぎてちょっと忘れられませんけど皆さん。なるほどなるほどね。なるほどね。あ、ファルヘジアさんからもう一度プレゼント用ハッシュタグがツイートされましたので、これをリツイートするかコピペするか、そのまま一文字も間違わずに自分で打つ。マミチの E は小さい E ですね。そうですね、小さい E プラス伸ばし棒も入ってますね。マミチ両方入ってます。シーちゃんはシーちゃんですからね。シーちゃんですね。あれ、マミチ MC だっけ、チラっていいですか。いいですか。確かに拾われてない。この歌が終わった後、抽選が行われるので早めにツイートをしてください。でもあれだからね、この間超安定 MC 見ちゃったから、ね、そう見ちゃったからね。今月の7月7日、七夕の日にゲストで来たんですけど、その日の MC の方が超安定。てか、あの人
プロだから。そうですよね。ああそうですよね。言ってプロだから。いやもうすごいなと思って。いやでもおみちゃんもかなりプロってますけどね。いやいやいや準備はよろしいでしょうか。お大丈夫でした。じゃあ MC メラニちゃんお願いします。はい、では聴いてください。少しずつという曲を歌います。なんか急遽なんか前奏歌いたくないらしいので僕が歌ってみます。グーリーン、グー、キーが全然違うんだよね。グーリーンピース、あれどこだっけ、どこだっけ、もういいです、走ります。はい、どうぞ。だけど自分らしさを探して
次は主導権かっこ悪い。いい歌、グリーンピース。おかえり。じゃあ次は活動告知。お、はい、活動告知。何ですか活動。お、活動紹介です。活動紹介をお願いします。イエイ。私からでいいのかな。はい、はい、じゃあ先ほどですね、あの歌いました負けるもんかがですね、今度8月5日に全国リリースが決まりました。イエイ。いい写真。すごいすごい、いい写真。夏真っ盛り、ね、今赤坂でいい表情がすごいね。どこですか。これがですね、その地元の茨城県境町にあるですね、環境センターの野球場で撮ったんですけども、いい表情。なんかすごい、もうね、この日めっちゃ風が強くて、その中で撮ったから、なんか余計こう 風に負けるんかみたいな感じで撮って、いい感じになったんですけど。それってちゃんと許可得て撮ってる。もう境町の方々がですね、あの協力してくださって、おー、地元密着型。はい、地元密着型で。そういうのいいよね。いや本当に、あのね、本当にこの町いい町なんですよ。まだ町ですからね、言うても。はい、うんうん、すごいこうね、なんか人が本当にみんな適当ですごいいい人。適当ってなんかすごいね、あの町のいい感じの人間臭さをね、ぜひ味わいに来てほしいなと思うんですけれども、その、負けるもんかが8月5日にリリースいたします。もうね、予約が始まっておりますので、今日ね、さっき聞いて何人かいい曲だなって言ってくださった方たくさんいますので、だって全国流通。はい、なのでね、できたら多分タワレコさんで、渋谷、渋谷で連絡じゃない、予約していただければなと思います。え、今回も狙ってるんでしょ。いや、今回はそんなにあれなんですけれども、あ、まあ、そんなにあれじゃないけど、でもできたら渋谷でお願いしたいなと思っております。はい、そしてですね、この、シングルをリリースいたしますということで、準備がまだできてなかったぞ。今度9月27日ですね、ワンマンライブが決まりました。こちら原宿ストロボカフェさんで、オープン12時半、スタート1時で、前売り3000円、3500円でやっております。3000円です。前売り3000円でやっております。先ほどのね、あのメラニーちゃんの歌の中にも入ってたと思うんですけど、できるできないじゃなくてやるんだと、私もね、さっきの自分の歌詞にもあったんですけども、とにかくこうやってみるっていうことに大事だなと思ってて、今回私150人のワンマンに挑戦しようと思っております。すごい。はい、もうめちゃくちゃ無謀な挑戦ではあるんですけれども、本当にできるできないじゃなくて、とにかくやると決めてやることが大事だなと思って、今回このようなタイトルにさせていただきました。少しでもね、本当にたくさんの方に、今回このバンドスタイルでちょっとやろうと思ってますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います。9月27日日曜日お昼の、ライブになっております。夜のね、ライブが入ってる方はその後行けますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。全部言っちゃっていいですか、これは。うん、あのね、もっと詳しくしーちゃん知りたいなと思った方は、ぜひね、あの風見静香で検索していただければブログが出てきますので、それは何チェックしていただければ。あ、ゾウさん書いてありました。ゾウ、はい、ゾウ、まあ、でも上手です。上手ですよね、はい、ほらゾウという感じでですね、はい、そして、Facebook、Twitter やっております。ね、Facebook が一番あの活動内容が一番、ね、こう豊富にやってますので、風見静香、風を見て穏やかに変わるで、ぜひ検索して申請していただければと思います。申請ね、一言ね、あのカルヘジア見たよとかいただけるととっても嬉しいでございます。とにかく8月29日、間違えた、まあ、全然違う日とか、やばい、面白い、全然合ってないよ。私今マミチの見て、今マミチの見ちゃって読んじゃったんですよ、完全に釣られちゃったんですよ。あともう一個忘れてました。はい、あと毎週土曜日夜8時からですね、 FM 伊豆、静岡県の伊豆市にてしーちゃん伊豆という番組もやっております。あの最近、あのゴジャッペガールっていう、私言ってるんですけども、ゴジャッペって茨城弁で、あのドジバカマヌケっていう意味なんですけど、そのドジバカマヌケなしーちゃんのゴジャッペネタを披露しておりますので、ね、ぜひね、俺はもっとごちゃってなネタあるぞって方はね、あ、はい、FM イズってそもそも IS って書くんだ。そうなんですよ、FM IS ってなって、そのまま私の番組名もしーちゃんイズっていう番組になってますので、今知った、ちゃんイズはイズってちゃんと書くのかと思って。違うんですよ、FM イズなんですよね。はい、ぜひこちらも検索、FM イズでカタカナで検索すればいろいろ出てきますのでね、
まあ、全ては風見静かで検索すれば出てきますのでね。で、告知って、まだできる告知はないの？あ、今のところですか。うん、あと 8月20日、8月20日、20日は、大阪に私も今回初めて、ね、大阪のツタヤですね、漢字がちょっと読めなくて今言えないんですけれども、なんとか橋、梅田の方、どっち、なんとか橋と、なんあともう一つ、震災橋、じゃないです、じゃないです、じゃないところ、なんて読むんだっけ、なんて読むんだっけ、誰か、あ、なんだろう、はい、あの、ぜひ、ブログ、え、インストアが、はい、インストア、ツタヤのインスタライブをやらせていただいて、初めて関西に私も行くんですけど、ぜひ風見静香で検索すれば詳細が出てきますので、そちらからチェックいただければと思います。以上、以上でございます。927お待ちしております。クニナの日です。クニナ、はい、じゃあ、まみちさんお願いします。はい改めまして、漢字では泉、ひらがなでまみと書いて泉まみです。実はですね、私今週ですね、まみちウィークの第2週目真っ只中でございます。26日日曜日から始まって31日金曜日まで休みなし。イエイ。今日が28日火曜日、クラブパルヘジアさん出演しております。明日29日水曜日は川崎にありますセルビアンナイトで、パーカッションと2人でライブをします。そして30日がですね、ツイキャスと同時配信になるんですけど、ハイクラブっていう新しい番組配信ツールを使って番組の生放送をします。夜10時からですね。そして31日は夕方6時から川崎 FM にてマミムメモラジオという冠番組を生放送でお届けいたしますので、ぜひ今月は私にください。今月を私にください。よろしくお願いします。ラジオは参加できたりする？ラジオは、メールいただければその場で確認もできますし、サテライトスタジオからの生放送なので、会場に来ていただければ、ガラス越しではありますが、はい、コンタクトを取ることはできます。むさこすですね。そしてアメブロ、ミクシー、ツイッター、フェイスブック、オフィシャルウェブサイトに LINE アットをたくさんやっております。まあ、全部泉まみで検索したら出てくるので、カチカチっとね、ポチポチっとお願いします。まみちウィーク終わってですね、その後来てほしいライブがたくさんあるんですけど、先にこっち打っとこうかな。チラッとチラッと、8月の3日月曜日、メラニちゃんと対バンが決まっております。西新宿にありますナビカフェというカフェですね。スリーマンライブ、泉まみとメラニちゃんと花切葉月ちゃんと3人で出演をいたします。私の持ち席があと1席だけキャンセルが出て残っているので、もしよかったら、メラニちゃんも今日チケット持ってる？持ってます。2つ持ってます。2つ持ってます。じゃあ今日の会場の皆様、残り3席なりますね。ぜひよろしくお願いします。夜7時半スタートで3人でライブをします。それから、バンド編成でのライブ、次が決まってるのがですね、8月の10日川崎にありますクラブチッタ。ここなんとね、1300人ぐらい入るんですよ。ここでバンドライブをやります。出番が夜7時20分から、月曜日ですけど、どうにかお盆休みにしていただいて、みんな休み取っていただいて、川崎クラブチッタに集合してください。チケット2500円で、今日も持ってきてます、皆さん。今日も持ってきてます。よろしくお願いします。いっぱい書いたんだよな、いっぱい書いたんだけど、ここでちゃんと発表するあれがあります。はい、8月26日に川崎で企画ライブやります。日付と場所だけはね、チラシとかには書いてたんですけど、ここでちゃんと発表をさせてもらいます。川崎にありますセルビアンナイト、明日ライブするところですね。セルビアンナイトで企画をやります。アトラクティブナイトというタイトルで、私が魅力を感じたアーティストさんをお呼びしてライブするんですけど、今出演が決まっているのが向井陽子ちゃん、バイオリンも弾くし、ピアノの、ピアノ弾きますよね。ピアノの弾いたり、いろいろ楽器できる子なんですけど、向井陽子ちゃんと、あと福田翔子×周穂奈美というね、ギターとパーカッションのユニットです。で、もう一組がまだブッキング中なんですが、私も出ます。一応私もちょっとだけ出させていただきます。はい、平日水曜日なので、時間を少し遅めにして夜7時半からのスタートになっております。チケット2000円ですので、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。以上、ありがとうございます。
お、恵比寿橋のお店よ。恵比寿橋、昨日も2つあるんですけど、それはチェックしてください。ひらかった、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 ひらかったでした。はい、です、です、です。え、2箇所ってこと？そうですね。その他にもいろいろ今後ちょっと行っていきたいと思います。ぜひ随時要チェックしていただければと思います。ほい。はい、漢字が難しい。メラニちゃんの告知は？あ、そうだ、はい。私もあれですね、8月の予定しかちょっと書き忘れちゃったんですけど、8月3日が先ほどまみちぃさん言ってくださった鍋カフェですね、と15日四ツ谷天窓、16日代官山の窓、この日は、月刊の窓の中間発表日です。はい、で29日は、渋谷のじいじさんで、9月もあと予定としては3本ぐらい入ってるんですけど、書くの忘れちゃったのでSNS を見てほしいんですけど、 SNS はこちらですね、アメブロ、ツイッター、ツイキャスやっております。でツイッターで基本的には情報をよく流しております。でツイキャスはほぼ雑談、毎日深夜1時からやっております。バカみたいに、すごい、すごいよね、毎日、はい、基本的に雑談を、夜は弾けないので、あと私も弾けないので雑談をメインにやっております。よかったら覗いてみてください。はい、終わりです。すごい、私結構見に行ってる。あ、本当ですか？けどやばい。結構見に行ってる。いっぱいコメントして。だってゲスト出演そこで決まったの。すごい。すごい。そうですね。そうなんですよ。次なんだっけな。次はプレゼント抽選。お。ね。よ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 。誰が来ました？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 松田ははるなさんのサインステッカー、これ今私が引いたら全員その人が全部もらえるんですか？そう、まとめて1人の方に。それではいきます。デデ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 デあ、もう終わりだよ。あ、1枚だけ。あ、そうなんですか。これ当たり、当たりなんですね。しっけ。新村さん。新村さんです。おめでとうございます。解説なしの抽選会。読むんでしたっけ？これはね、紹介していくんですよ。読むんでしたっけ？あ、この人か。この人よね。仕切って。メラニちゃん仕切って。あ、じゃあですね、コメント書いてくれた皆さんのアカウントを紹介します。はい。あ、自分の引いちゃった。メラニちゃん。ありがとうございます。春日さん。イエーイ。おー、ラスト。
西武新宿線いよぎ駅の南口徒歩すぐの中華料理屋さんで、中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧は無料、ワンドリンク500円です。火曜日の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。はい。なんで最後にドヤ顔するの？はい。これはちょっとわかんないな、これ大変でしょ。だから呼ばなくていいんだって。そうですか。でも呼ばなくてもっと大変なことになるんだって。はい、はい、はい、じゃあ、最後に視聴者へのメッセージを。はい、はい、9月27日ワンマンライブでぜひ皆さんに会おうお会いできること楽しみにしておりますので、ぜひ来てください。ありがとうございました。はい、メラニちゃん初 MC お疲れ様です。来月はね、来れないんですけど、再来月どうなったかチェックに来るんでまた再来月ゲストで来させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。あれ、マスターさんはいらない？あ、しょぼしょぼなみなりちゃんを使っていただきありがとうございます。しょぼ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 。すみませんでした。謝んだったら頑張れよ。ちょっと見直します。家に帰ってタカタカタって調べて、ちょっと見直します今日の一部始終を。一部始終。一部始終でちょっと見直してないよ。確認して、次頑張ります。すみませんでした。ありがとう。謝っちゃった。頑張ります、はい、ごめん、私嘘ついたな。来月ですね、来るの。来月来て、再来月が来れないんですね。そうだった、メラニちゃんだからって言って全部オファーもらったんですけどサポートしてもらわないとやばいんでしょ。来月は来ます。そうだった、9月は新潟にライブで帰っていて来れないので、8月は。じゃあその時はさ、新潟からこう中継。中継ですか？サポートしてもらわないとね。やばいな。頑張ります。お願いします。ちょっとすみません。はい、来月もよろしくお願いします。楽しみ。あ、次なんだこれ。まだ罰ゲームあるよ。そうか。メラニちゃんの罰ゲーム。みんなで。忘れてた。忘れとった。はい。これみんなでやるやつだよね。はい。はい。はい。じゃあ行きますか。サクッと。サクッと。じゃあ、こしあんの子で。はい、子供のようなつぶらな目で。子供よりもしっかり見つめてます。あ、そういえば子供のようなつぶらな瞳でしっかりと見つめてます。あ、そういえば、うん、終電がない。はい、終わりです。はい、どういうこと？あ、そういえば終電がない。はい、了解です。では最後ですね。これさ、来月に持ち越しの罰ゲームやろうよ。怖い、何ですかそれ。はい、どうぞ。何？はい、閉めてください。最後の、はい、最後は、それでは最後のいつものポーズでお別れです。右手が棒、左手が輪っかで P を作ってください。ではカメラに向かって、クラブパレージャーと言いながら前に出してください。準備はいいですか？はい、はい、今週もありがとうございました。来週も